はい、ゆうきです。今アナウンサーしてて、今回の FAD この企画を今こうやってプロデュースしてます。21歳です。違いました、24歳です。なんで嘘ついたんだろう。24歳です。はい、はい、ダンスを始めたきっかけは、元々俺がめちゃめちゃデブで、小4ぐらいからめちゃめちゃデブで、で、よくマック行ってて、で、俺がスイミング習ってたんだけど、そのスイミングの帰りにマック行くっていうのがルーティンで、で、そのマック行った時に母親が、なんかその、俺の元々のダンスの先生と一緒にいて、で、まあその時ダンス俺は習ってなくて、ゆうき、ダンスやる?みたいな。で、俺めちゃくちゃやる気じゃなくて、ただそのダンスやる代わりに、毎週やる代わりにチーズバーガーを買ってあげるっていうその交渉があって、あ、いいよやろうって言ってダンスを始めました。はい、そうですね、ガンミ入った時に初めて会いましたね。その時は多分まあお互い全然知り合いじゃなくて、17、18の頃でしたね。FAD 始めたのは、俺ところがなんか本当にタイミング同じぐらいにイーストロンケープとプールを始めてて、でなんかお互いで話してて、で多分俺その時思ったのは、あの大阪のメイプルコミックスっていうブランドがあって、でなんかそのメイプルコミックスっていうのがダンサーがやってるブランドアパレルだったんだけど、なんかそこがポップアップしたり、ダンサーでもそういうそのダンスイベントだけじゃなくて、そのアートとかのイベントをしてて、あ、俺らもこれやろうよみたいな感じで、最初それで FAD 始めたような、確かそんな記憶があります。フレンドとは、そうですね、俺と荒野が全くもって別物っていうか、別物っていうわけでもないけど、なんか踊り方だったりとか、まあヒップホップって言ってもなんかその違うヒップホップの界隈で、で生徒の要はニュアンスも違ったりとか、いろいろ自分らのライフスタイルが違うけど、その俺とこうやって二人でいろいろ結構イベントとか、いろいろその意識が合う部分があって、二人がその要はいろいろ持ってきたもの、例えばアートとかそれこそ音楽だったり、いろいろ共有し合って、でまあそういうものが今まで FAD だったりつながってきてて、でなんかそういう実際今こう現実にあるもの、要は例えば仲間一人一人だったり、それも例えば俺が荒野に紹介したり、荒野が俺に紹介してくれたりっていうのが混ざった結果なんで、でそれを今回ブレンドっていうものにして、アルバムとして出そうと思って決めました。今回その今までずっと、それこそ最後やったのが2021、去年の3月が FAD ラストだったんですけど、あのその時よりも前、夏の宮下パークやってぐらいからもっと FAD 時代を大きくしたいねって話をしてて、まあコロナだったり、例えば俺がガンミ卒業するって、まあいろいろこう大変で、動くに動けなくて、まあそれでやっと今年ちょっと FAD 大きくしたいねって話をしてて、でそのどう大きくしていこうかっていう流れで、じゃあちょっとナンバーやろうが先じゃなかったんだよね。そのポップアップツアーっていうものをやるときに、前段階の序章として何か打ちたいみたいな、じゃあそれこそナンバーだったりとか、そこで普通にダンスのナンバーをめっちゃ大きくやっちゃうっていうのをゼロ、エピソードゼロ、序章にするのがいいんじゃないみたいな話してて、でじゃあどうするみたいな、でその時の音源どうするみたいな、いやこれ作っちゃおうよみたいな、でそれ自体を FAD ツアーっていうこの1年間の大きな流れのメインテーマになるようにできたらいいねみたいな話から、ブレンドがこう決まってできつくか、制作のういっす。結構でもパッパッパって出て、でまあ理由っていうよりかは、結構俺らがこう横のつながりとしてめっちゃつながってた、今までつながってた友達のラッパーだったりとか、友達のアーティストであったのが主で、まあその中でもやっぱり結構今までいろんな人がいて、今回その交わってない人ももちろんいるけど、でもなんかやっぱ友達、横のつながりっていうのがやっぱ強いかな。で俺らがもうその時点でリスペクトをしてたから、もう最初から、だから選んだ理由、そうだな、一人一人あるし、今回7曲全部似たような感じにしたくなくて、あえてバラバラにしたくて、だからそれこそ例えば
アクサもいたり、それこそ全く違うブンバップのコウタがいたり、アスカちゃんがいたりとかっていう、まああえてバラバラになるように、それこそブレンド混ざるように、結構固まらないように決めはしました。あー、フェスやりたいですね。大きなフェスやりたいです。それこそリンゴ音楽祭とかフジロックみたいなめちゃくちゃでかいフェスはやりたいなと思ってて、で、まあ、ブレンドをリリースしてからの展望っていうか、まあ大きな展望になっちゃうから事細かな展望だっていうと、まあ、まずいろんな人の耳に入ったら超嬉しいなと思ってて、でいろんな人が聞いてくれて、例えばそのどんなアクションでもよくてダンス踊ってくれたりとか、それこそ多分カラオケとかにも配信されるから歌ってもらったりとか、あとはなんかその曲でカップルでデート行ってそれを Vlog の音源にしてもらったりとか、なんかみんな一人一人のライフスタイルに入れたならいいなと思って、でなんかそっから多分そのアーティストに多分みんなが生で聴きたいとかってなってくるから、でライブっていうその実際のものになったりして、でなんかそのライブ自体がただの音楽ライブじゃなくて、あくまで俺と荒野がプロデュースしてるから、例えばアパレルラインからなんかそのいろんなクリエイティブの方向が全部こうキュッて集まって、酒飲めればいいと思ってて、でなんかそれの一番大きな形がフェスかなとか思ってて、まあなんかすげえでかい森でその FAD ブースがあって、例えば今回のブレンドブースとかなんかいろいろブースがあって、でなんかめっちゃ楽しくパーティーしてて、でなんかめちゃくちゃ俺酔っ払っててが一番いいです、が展望ですね。そうですね、まあもうずっと二人で動いてるから、まあ相棒みたいな感じですね。なんだろう、なんかいろいろもので言ったらナルトとサスケとかいろいろ言い方はいろいろ持つけど、まあめっちゃ友達って感じです。7月22日、ブレンドリリースです。で結構これまでこのリリースってなるまでにいろいろこう動いてもらって、いろんなアーティストの人に動いてもらったり、それこそナンバーのみんなだったり一人一人がこう意識してブレンドっていうものを前に押し出してくれてて、それだけでも全然嬉しくて、ただこうそうやって俺らがやってることにこう肩組んで仲間意識を持って前に出してくれてるみんながいて、そのために聞いてってわけじゃなくて、こっち側になってみんなもそのブレンドってものを聞いてから、やべえこのブレンドやべえからみんな聞きなよみたいな、だからその俺らは第三者に聞かせに行くわけじゃなくて第二者を増やそうと思ってる気持ちでブレンドを出すので、ブレンドを聞いてめっちゃよかったら友達に紹介したりとかしてみてください。ということで、7月22日0時、もうあとちょっとですね、このインタビューが上がってる時には何時になるか分かんないんですけど、7曲、アクサ、大志、コウタ、アスカちゃん、一輝で俺こうや、さらにいろんな人が関わってできたアルバムなんですよ、聴いてください、お楽しみに。